ミハイル・ティマフェービッチ・カラシニコフは、ロシアの軍人、銃器設計者、政治家。史上最も大量に製造され拡散している、アサルトライフルである、AK-47 の設計者であり、第二次世界大戦後の旧ソ連を代表する銃器、設計者である。カラシニコフの一族はもともとクバン地方に暮らすコサックで、かつてはカラシニクという姓だった。ロシア風のカラシニコフという姓は、19世紀半ばに一族が農民になった頃に改めたものである。1910年、皇帝ニコライ2世がアルタイ地方への入植と引き換えに農地の譲渡を行うという政策を発表し、カラシニコフ家もこれに従い同地方クリアー村に入植した。1919年、ミハイル・カラシニコフは18人兄弟の8人目として生を受ける。ただし、18人のうち生き残ることができたのは8人のみであり、カラシニコフが実際に何番目に生まれたのかは定かではない。一家は小さな丸太小屋に暮らし、カラシニコフは他の兄弟と共に、農作業を手伝いつつ過ごした。幼少期は病弱な子供だったが外で遊ぶことを好み、また当時から何かを作ることに興味を持っていたという。第一次5カ年計画が推し進められる中、やがてクリアー村でも不農撲滅運動に関連した会議が盛んに開かれるようになり、1930年にはカラシニコフ家も不農に認定された。一家は財産のほとんどを没収された上に、市民権を剥奪され、トムスク州のニージュニャやモホバーヤという追放農民の集落に追放された。その後の厳しい暮らしの中で、父が死去している。1934年、カラシニコフは集落を脱走して、故郷クリアー村へと向かった。しばらくは、追放前に結婚して故郷近くの村に残っていた。ネイヤーに嫁たちのもとで暮らしていたが、間もなく自らの居場所がないと感じたために、ニージュニャやモホバーヤに戻った。1936年、友人であるコルホーズの会計係と共謀して、再度脱走を遂げる。この際、パスポートの取得に必要な書類を偽造するため、県印と国の印章を偽造した。カラシニコフは後に偽装印章について、これこそ私の最初の発明品であると語っている。また、再びクリアー村に向かう途中、会計係の故郷であらかじめ隠してあった拳銃一丁を回収している。このために、カラシニコフらは地元警察に数日間拘束された。彼はこの拳銃の分解、組み立て、整備に熱中していたが、村を離れる際にバラバラにして、あちこちに捨てたという。カラシニコフはこの出来事こそが銃器への興味を抱く、きっかけだったと回想している。その後は、会計係の兄が鉄道員として働いていた、カザフスタンに移り、寝台列車に寝泊まりしつつ、鉄道技師や鉄道機関区の政治局技術秘書として、働いていた。1938年、西ウクライナにて兵役を果たすべく、赤軍に入隊する。カラシニコフは、入隊式で担当者に、機械工作への情熱やその分野での能力をアピールし、戦車操縦試験整備士としての訓練を受けることとなった。この頃にも、戦車兵向けに支給されていた TT-33 拳銃を、銃眼から射撃しやすくするための装置を開発している。1940年5月から、キエフ軍管区司令官に就任した、ゲオルギー・ジュコフ将軍は、兵士の創意工夫を奨励する方針をとっており、州ごとに様々な技術的課題が発表されていた。カラシニコフはこの技術的課題の解決に熱心に取り組み、多数の装置を開発した。戦車のエンジン作動状況を計測する装置を開発した際には、ジューコフ自身から直々に賞賛を受け、記念品の腕時計を贈られたという。やがてこの装置の量産が決定し、1941年春には、レニングラードの工場へと派遣された。しかし、6月22日には、ナチスドイツによる侵攻を受け、独ソ戦が勃発する。結局、カラシニコフは装置の量産プロジェクトにほとんど着手することなく、連隊へ送り返されることとなった。当時の赤軍では、装備や人員の不足が深刻だったこともあり、カラシニコフは戦闘が始まってすぐに戦車長に任命されている。ある日、カラシニコフがハッチから身を乗り出して周囲の様子を伺っていたとき、至近距離に砲弾が着弾した。全身に砲弾片を受けたカラシニコフは意識を失い、負傷者として収容された。その後、他の負傷者らと共に拘束されることとなり、ドイツ軍からの襲撃を受けつつも、トルブチェフスクまで撤退することに成功した。病院で療養中、カラシニコフは前線での経験や、負傷兵らとの会話を通じて、近代的な自動火器の不足こそが敗北の原因と考えるようになり、短期間銃への関心を強めていった。かつて、ソ連では、国防人民委員代理憲法兵総監、グリゴリー・クリーク元帥のように、短機関銃を軽視する高官も多く、ウラジーミル・ヒョードロフ、バシーリー・デグチャレフ、ゲオルギー・シュパーギンといった、自動火器の価値を高く評価する、銃器開発者らは、政府当局と対立する立場にあった。1939年の冬戦争を経て、短機関銃の評価は改められたものの、独ソ戦が幕を開けた1941年の時点では、未だ十分に普及していなかったのである。カラシニコフはかつて、自らも使用したデグチャレフの短機関銃より優れた銃器を設計しようと考え、病院の図書室で銃器関連の蔵書を読み漁り、様々な陛下の負傷兵が交わす自動火器についての議論に耳を傾けた。その後もカラシニコフは研究を続けたが、やがて療養休暇を命じられ、戦前働いていた鉄道機関区に向かった。ここで彼は機関区長を説得し、機関区内の作業所や設備を利用する許可を得た。必要なだけの工員を集めたカラシニコフは、現地の軍当局の協力も受けつつ短機関銃の設計を続けた。カラシニコフが手掛けた試作銃を検討した地方軍事委員会は研究施設が疎開していたアルマータに彼を送ることとした。ここで試作銃に改良が加えられた後、カラシニコフは砲兵士官学校が疎開していたサマルカンドに移動した。ここではアナトリ・ブラゴヌラーボフと出会っている。ブラゴヌラーボフはカラシニコフの試作銃について未完成であるとしつつ、カラシニコフ自身の能力は高く評価していた。その後、モスクワの砲兵総局を経て、セルゲイ・シモノフと共に、小ロボ武器試験場に向かった。カラシニコフはここで短機関銃の設計を完成させた。結局採用には至らなかったものの、カラシニコフは、軍曹という低い階級に止まりつつも、銃器設計者としての身分を認められ、それに対する報給も受け取るようになっていた。ついで手掛けた、軽機関銃もシモノフやデグチャレフの設計とのコンペを経て、不採用に終わったが、この時の失敗から、銃の信頼性や部品の単純さを重視する必要性を感じ始めたという。その後、小ロボ武器試験場にて、自動式カービンの設計に参加した。この頃、短機関銃の設計者として、著名なアレクセイ・スダエフと出会っている。AK-47 突撃銃カラシニコフが次に参加したのは、新型突撃銃の設計であった。1945年に始まったコンペに参加し、カラシニコフは自動式カービンの設計をもとに設計を行った。この時、後に妻となる女性技師、エカテリーナ・ビクトロブナ・モイセーエワと知り合っている。カラシニコフの草案から新型突撃銃の設計図面を引いたのは彼女だった。ドイツ軍の自動小銃に影響を受け、1946年に後に AK-47 として知られることになる全自動発射可能な自動小銃を設計した。その年に行われた試験で他の小銃と比較した結果、信頼性と火力の高さを評価され、すでに1946年に半自動式の SKS が正式採用されていたにもかかわらず、新たに AK-47 の生産が決定される。1949年からソビエト連邦軍内で配布が始まり、1950年代中期以降は広く普及した。後改良型、派生型のAKMや AK-74 も出現している。AK はシンプルな設計で量産にも向いており、どんなに乱暴に扱われても壊れない。グリスが切れようが水に浸かろうが砂に埋めようが、まだ撃てると言われるほどの並外れた耐久性を備えていた。このため、旧共産圏をはじめ、発展途上国でライセンス生産品やその改良型、コピー商品が続出した。半世紀を経た後も世界中で広く用いられている。彼の設計した消火器は一般にソ連の兵器らしく簡潔な設計で並外れて耐久性に優れ、過酷な環境でも確実に作動して多くの軍人からの信頼を勝ち得た。これらの功績により2度も社会主義労働英雄称号を与えられ、ソビエト連邦共産党にも入党する。マルタ会談による冷戦終結後の1990年5月16日にカラシニコフは渡米して M16 自動小銃の設計者であるユージン・ストーナーと初めて対面した。二人は数日間語り合い、買い物や夕食を共にするなどして親交を結んだ。ストーナーとカラシニコフソビエト社会主義共和国連邦を解体後の1998年には聖アンドレイの守護勲章を受けた。引退時の最終的な階級は技術中将であり、この階級は彼の功績から特例として終身有効であった。技術工学の博士号を持つ。また、故郷のアルタイ地方には銅像も建てられている。AK が犯罪、テロリズム、紛争で用いられることが多い事実について、カラシニコフは祖国を守るために銃を作っただけだ。AK-47 のせいで、人々が死んでいる原因は政治家にあると述べている。日本の雑誌社ホビージャパンが自社で刊行していた少女が軍人に扮している日本の漫画魔法の海兵隊員ピクセルマリタンのためにサインをもらいに行った際には子供に銃を持たせちゃいかんよとコメントしている。また中華人民共和国による AK-47 のコピー商品生産にも中国はライセンス切れにもかかわらず、ロシア政府や関係者に断りなく AK の生産を続けている。彼らは、買い手さえあれば、どこにでも売る。それが、AK の評価を落とすことになる。開発者としては、極めて不愉快なことだ。と嫌悪感を隠していない。彼の息子であるビクトル・カラシニコフも、後に武器の設計を手掛けて、試作銃を設計し、コンペに試作銃を出品するが、後に正式採用されるAN-94にこのF10に敗退している。2009年11月10日、カラシニコフは90歳の誕生日を迎え、モスクワクレムリンで、メドベージェフ大統領から、ロシア連邦では最高位の勲章、ロシア連邦英雄を授与された。ちなみに、式典の際、私は、母国の領土を守るための武器を作った。字に不適切な場所で使われたこともあるが、それは私の責任ではない。政治家の責任だと事実上の批判をしている。2012年、カラシニコフはイジェフスクにある 3LDK のアパートで、孫と2人で暮らしていた。兵器会社であるイスマッシュ社の月給は$400。国家厚労省の報奨金や年金を含めても月$800程度である。会社の民営化後、AK の生産に対して 0.5% のライセンス料が支払われるようになった。ソ連解体後は民生用スポーツライフルの開発をしていたが、AK-74 の改良モデルである AK-200 など軍用ライフルの設計にも参加している。長期間発射テストを行ってきたため、聴力に障害が出ていたという。2013年4月、ロシア正教会のトップであるキリル総主教に対し、書簡を送り、自ら開発した AK-47 により、多数の人命が奪われたことに対する心の痛みを告白。敵であったとしても人々の死に罪があるのかとの問いかけを行った。これに対して、総主教は、カラシニコフ氏は、愛国主義の模範とする返信を送っている。2004年にカラシニコフは、カラシニコフブランドのウォッカを売り出した。テレビインタビューで、なぜウォッカに銃と同じ名前を付けたかと聞かれ、私はいつも著名な自分の銃の名前を良いことをすることで、広め、向上させたいと思っていると答えている。2005年には、時計のブランドとして、カラシニコフウォッチを立ち上げる。ブランドキーワードは、自由、正義、団結、独立そして、平和。デザインコンセプトとして、旧ソ連の象徴である赤い星を使用しており、すべてのケースバッグにはロシア語で、テロリズムのない自由な人生をというメッセージが刻印されている。カラシニコフの葬列位の出血のため2013年11月17日から、イジェフスク市内の病院に入院し、同年12月23日に死去、満94歳。遺体は、モスクワの北東にある、連邦軍人記念墓地に埋葬された。ありがとうございます。